こんばんは、速稼塾の久保です。24、25とクリスマスイブとありましたよね。そしてこの2日間どのように過ごしたでしょうか。私はですね、真っ先に見たのが花屋龍馬さんの動画なんですよね。花屋龍馬さんがおすすめの YouTuber とかね、おすすめの書籍っていうのを、まあ、こういうふうな動画を出してるんですよ。そこで私はピンときました。自分のことが載ってるに違いないと思ったんですよね。これうぬぼれじゃなくて、本当に花屋龍馬さんは私が発信したものの価値をね、もうまっすぐ受け止めていただいて、それを再発信するってことをしたんですよ。それは何かっていうと、まだ花屋龍馬さんがね、チャンネル登録者200名に行ってない頃、百数十名だったと思うんですけども、私が花屋龍馬さんのことを紹介したことにものすごくね、衝撃を受けて感動してですね、そして私のことを紹介してくださった、そして速稼塾のことを紹介してくださったって流れを起こしてから、それからというもの、今ねチャンネル登録者500人突破してるんですよ。でここで何がすごいかっていうと、この SNS っていうのがどれだけね奇跡の力を秘めてるかってことを最初からこれ分かっていらっしゃったと思うんですけど、それを最大限活用する、その気づきをここで得たんですよ。それは何かっていうと、人を紹介することによって自分が紹介されて、自分のメディアがどん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 膨らんでいくってことなんですよ。でも多くの方っていうのはね、自分の動画を見てほしい、自分の発信を見てほしいから、他の人のリンクを投げたりしないし、他の人のチャンネル登録をお勧めしたりしないんですよ。でも花屋龍馬さんさすがですね。私もね、自分のチャンネル登録を勧めたことはないんですけども、この人の動画いいですよとか、この人のチャンネル登録しましょうみたいなことは日常茶飯事やってるんですよ。だから私は1万人になったと言ってもいいです。いや、もしかしたら1万人に行ったのが、人の紹介をしてるから1万人程度で収まったんじゃないかお前はって言われるかもしれませんけど、それでも OK なんですよ。1万人になる過程で私が感じたのは、人を紹介した方が紹介された人に喜ばれる、要するに人を喜ばすこと、人を励ますこと、人の役に立つことができるって思ったんですよね。でそれは私はね、あんまり間違いではなかったと思います。それは花屋龍馬さんがこれをね、もうど真ん中で受け止めてくださったからなんですよ。私は速稼塾って塾を運営していて、塾生を紹介することはあるんですよね。塾生さんに動画作ったんですけどって言われたら必ず紹介します。で私が目立ったこれいいなと思ったら、塾生さんじゃなくても動画を紹介します。そうすることによって、私は信用できる人を紹介する、何かのインパクト、それから何かの力を持った人を紹介するっていう風なチャンネルを作っていくっていう部分も、私の隠居 TV のチャンネルにあるわけですよ。それはなぜかっていうと、自分のアクセスを集めたり、自分の報酬のためにやってるわけではないからなんですよ。誰かのアクセスが集まんないかなとか、誰かのチャンネル登録が集まんないかなと、誰かの報酬が得られないかなっていう形で、私は頼みもしないのに、頼まれもしないのに、人の広告活動をどん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 するわけですよね。まあ、そうすると紹介された人は喜ぶじゃないですか。そして私のことをまた見ていただけるので、要するに両方がいい感じになるわけなんですよ。これを花屋龍馬さんそのまましてくださってるんですよね。で花屋龍馬さんのチャンネル登録者数は一気にですよ、この2ヶ月で一気に300人以上増えて500人突破してるわけですよ。ここに私が1万人突破したのと同じエネルギーがあるわけですよね。でしかもね、花屋龍馬さんって話がすごく上手で、でいろんな切り口を持ってるんですよ。ここもねすごい感性だなと思いますよね。この20代にしてこのジャーナリスト能力っていうんですか、アナウンサー力っていうのは凄まじいし、あと喋りがものすごく聞き取りやすいんですよね。私は普段倍速で聞いてるんで、標準速度で聞いたことはないんですけども、倍速でむちゃくちゃ聞きやすいんですよ。だから私はね、花屋龍馬さんの動画っていうのは漏らさず逃さず聞いてるわけなんですよ。あとカード転売についてはすみません、あんまり聞いてないです、すみません。カード転売はすみません、申し訳ないです。他のはもう本当にね、マインド系とか大好きで、もうバシバシ私の心に刺さるものばっかりなんですよね。まあそこで何が言いたいかっていうと、この動画を見てる方、自分のアクセスを集めようというふうに焦らないで、自分が参考になったものとか、自分がこれいいなと思ったものをどん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 シェアすること、これが SNS の活用術なんですよ。活用術、 SNS がなぜ発展したかっていうと、シェアができるからなんですよね。ツイッターでもリツイートボタンってありますよね。あれよく考えたなと思いますよ。ワンプッシュで自分の言いたいことを情報元から拡散することができるんですよね。そしてフェイスブックにはシェアってボタンがありますよね。シェアすることによって自分が共感したものを他の人にも広げていくことができる。このシェアによってインターネットっていうのはものすごく発達したわけですよ。そしてインターネットの真髄は何かっていうと、このシェアなんですよ。シェアができるからインターネットってすごいんですよ。本当にコピーしてすぐに再発信することができるんで、感動したものをね、わざわざ自分で理解して、それを自分の言葉にしたりとか文章にする必要なくて、シェアボタンを押せば一発なんですよね。ただまあここにもデメリットがあって、シェアしすぎるとシェアボタン一発で終わらせると自分の解釈力って上がらないんですよ。だからできればね、いいなと思ったらそれを短くまとめて紹介するっていう花屋龍馬さんみたいなスキルがあるといいんではないかなと思うんですよね。今回もね、いろいろとお話しましたけども、まとめますね。一つは花屋龍馬さんが私のことを紹介してくれるんじゃないかなと思って行ってみたら本当にあったってことで、これ信頼関係むちゃくちゃ強いなと思うんですよ。いや花屋龍馬さんだったら俺を紹介しないわけないだろうと思ったら紹介してくれたと。これうぬぼれじゃなくて、花屋龍馬さんだったらこう考えるだろうなと思ったってことなんだよ。しかもですね、
10個の花屋龍馬さんのおすすめ YouTuber の中の7個は私とイコールなんですよ。で、2人の方はね、ちょっと分かんない、すいません、あのカリメンタリスト L さんっていう、サラタメさんっていうのは私は知らなかったんで、これから見ると多分私もこのベンチマークをする2つのクレジットが増えると思うんですよね。いやー、これはすごいなと思いましたね。ここまでね、気が合うと僕恐ろしいですね。もう花屋龍馬さんなんてね、もう1年経ったらね、チャンネル登録10万人とかになって、もう私なんてもう花屋龍馬さん教えてくださいみたいなね、弟子入りしないといけないかもしれない。そっから全員で花屋龍馬さん弟子入りみたいな雰囲気になりますけども、そうなったら。いや、でもそういうのも込みですごくね、ライバルを感じるっていうかね、シンパシーを感じるっていうんですか、共感ですね。ライバル心っていうのはちょっと違いますね。ただ私負けず嫌いなんで、花屋龍馬さんが頑張れば頑張るほど私も頑張っちゃおうかなというふうな、ね、気持ちも出てくるんで、ものすごく焚きつけられちゃうっていうか、ね、励まされるところがあります。本当素晴らしいなと思います。やっぱりね、一人の人の行動が誰かの行動の原動力になるっていうのはなかなかねないことなんですよ。花屋龍馬さんはすごい素養があると思います。私はね、チャンネル登録もうすぐ1万人ですけども、100人とか200人の時に花屋龍馬さんに、花屋龍馬さんチャンネル登録100人から200人の間だったと思うんですよ。この時に花屋龍馬さんに出会えてよかったなと思います。これ私からしても奇跡なんですよ。このチャンネル登録者数が少ないのに、これは10万人の素養があるぞっていうふうに気づけたっていう、私のね、私の目っていうのは多分間違いないんじゃないかなっていうふうに確信を強めることができました。そして花屋龍馬さんは私と出会ってね、私のおかげじゃないんですよ、私のおかげではないんですけど、私と出会って2ヶ月ぐらいの間にチャンネル登録を一気に増やして500人突破してるわけですよ。いや、これすごいですね。もうなんか手前逆味噌なんですけども、速稼塾の塾生さんの中でこの短期間にこの人数を増やしきれた人っていうのは少ないんですよね。え、すごい。だから塾生さん、速稼塾塾生さん、負けないでください、頑張ってくださいよ。まああんまり変なライバル心燃やさなくていいですし、チャンネル登録を増やすことが目的になってもいけないんでね、あくまでも自分の正しいと思ったこと、自分の正直な発信を、広めていくこと、凡事徹底することをお勧めします。長くなりましたけどすいません。花屋龍馬さんね、本当にすごいなと思いますよ。本当にすごいですよ。みんなチャンネル登録した方がいいですよ。この動画見た瞬間、私の動画ってのは100人ぐらいの人がねこの動画を見ると思いますけども、全員花屋龍馬さんのチャンネル登録してください。動画説明欄に URL 載せておきますんでお願いしますよ。では失礼します。